そののの話の続きをしますねカレンブーケドールちゃんは私が大好きなアーモンドアイちゃんと同じ国枝調教師さん国枝厩舎で先輩後輩の関係なんです去年カレンブーケドールちゃんとアーモンドアイちゃん仲良く調教をこなしてましたきっと去年のジャパンカップの調教の時に2人で天皇賞秋の話をしていたと思います 馬さんってすごく頭がいいし耳もすごくいいので周りの人の話を聞いてると思いますあの今年の宝塚記念競馬場でパドック見たんですけど今まで私勝手にカレンちゃんカレンブーケドールちゃんおとなしいと思ってたんですけどとってもおてんばさんのように見えましたもし私がカレンブーケドールちゃんだったら「 どうやら私愛先輩が去年出てた天皇賞秋に出ることになったみたい愛姉さんの次の年に勝つのは後輩の私国枝先生に1着プレゼントしたいもう2着は飽きたわ外枠みたいだけどいいスタートしてめっちゃ走ってやるみんな距離心配っていうけど3歳の時の秋華賞で クロノジェネスちゃんの2着だったし、実は2000メートルも強いのよね？って思うと思います。あと2頭を選んだんですけど、この次のその2でお話ししますね。あ、間違えました。その3でお話ししますね。